こんにちは人間失格太宰治続きを読みます竹市はまた自分にもう一つ重大な贈り物をしていましたお化けの絵だよいつか竹市が自分の二階へ遊びに来た時ごじさんの一枚の原色版の口絵を得意そうに自分に見せてそう説明しました親と思いました その瞬間、自分の落ちゆく道が決定せられたように、後年に至ってそんな気がしてなりません。自分は知っていました。それはゴッホの例の自画像に過ぎないのを知っていました。自分たちの少年の頃には、日本ではフランスのいわゆる印象派の絵が大流行していて、洋画鑑賞の第一歩を大抵この辺りから始めたもので、ゴッホ、 ゴーギャンセザンヌルナールなどという人の絵は田舎の中学生でも大抵その写真版を見て知っていたのでした自分などもゴッホの原色版をかなりたくさん見てタッチの面白さ色彩の鮮やかさに教師を覚えてはいたのですがしかしお化けの絵お化けの絵だとは一度も考えたことがなかったのでしたではこんなのはどうかしら やっぱりお化けかしら。自分は本棚からもじりありの画集を出し焼けた灼道のような肌の例のラフの像を竹市に見せましたすげえなあ竹市は目を丸くして感嘆しました地獄の馬みたいやっぱりお化けかね俺もこんなお化けの絵が描きたいよあまりに人間を恐怖している人たちは かえってもっともっと恐ろしい妖怪を確実にこの目で見たいと願望するに至る真理神経質な物に怯えやすい人ほど暴風雨のさらに強からんことを祈る真理ああこの一群の画家たちは人間という化け物に痛めつけられ脅かされた挙句の果てついに幻影を信じ 白昼の自然の中にありありと妖怪を見たのだしかも彼らはそれを同型などでごまかさず見たままの表現に努力したのだ竹一の言うように完全とお化けの絵を描いてしまったのだここに将来の自分の仲間がいると自分は涙が出たほどに興奮し「僕も描くよお化けの絵を描くよ」 地獄の馬を描くよとなぜだかひどく声を潜めて竹市に言ったのでした自分は小学校の頃から絵は描くのも見るのも好きでしたけれども自分の描いた絵は自分の綴り方ほどには周囲の評判がよくありませんでした自分は土台人間の言葉を一向に信用していませんでしたので つづり方などは自分にとってただおどけのご挨拶みたいなもので小学校中学校と続いて先生たちを狂気させてきましたがしかし自分ではさっぱり面白くなく絵だけは漫画などは別ですけれどもその対象の表現に幼い我、れ幼い我流ながら多少の苦心を払っていました。 学校の図画のお手本はつまらないし先生の絵は下手くそだし自分は全くでたらめにさまざまな表現法を自分で工夫して試みなければならないのでした中学校へ入って自分は油絵の道具もひとそろい持っていましたがしかしそのタッチの手本を印象派の画風に求めても自分の描いたものはまるで千代紙細工のようにのっぺりして もものになりりそうもありませんでしたけれども自分は武市の言葉によって自分のそれまでの絵画に対する心,心構えがまるで間違っていたことに気が付きました美しいと感じたものをそのまま美しく表現しようと努力する甘さ愚かしさマイスターたちは何でもないものを主観によって美しく想像し あるいは醜いものに嘔吐を催しながらもそれに対する興味を隠さず表現の喜びに浸っているつまり人の思惑に少しも頼っていないらしいという画法のプリミティブな虎の巻きを竹内から授けられて例の女の来客たちには隠して少しずつ自画像の制作に取り掛かってみました。 自分でもぎょっとしたほど陰惨な絵が出来上がりましたしかしこれこそ胸底にひた隠しに隠している自分の正体なのだ表は陽気に笑いまた人を笑わしているけれども実はこんな陰鬱な心を自分は持っているのだ仕方がないと密かに肯定しけれどもその絵は竹市以外の人には さすがにに誰にも見せませまんでした自分のおどけの底の陰酸を見破られ急にケチくさく警戒せられるのもせられる警戒せられるのも嫌でしたしまたこれを自分の正体とも気づかずやっぱり新主孔のおどけと見なされ大笑いの種にせられるかもしれぬという懸念もあり それは何よりもつらいことでしたのでその絵はすぐに押し入れの奥深くしまい込みましたまた学校の図画の時間にも自分はあのお化け式手法は秘めて今まで通りの美しいものを美しく描く式の凡庸なタッチで書いていました自分,はな自分は竹市にだけは 前から自分の傷みやすい神経を平気で見せていましたし今度の自画像も安心して竹市に見せ大変褒められさらに2枚3枚とお化けの絵を描き続け竹市からもう一つの「お前は偉い絵描きになる」という予言を得たのでした「惚れられる」という予言と「偉い絵描きになる」という予言と この二つの予言を馬鹿の武一によって額に刻印せられてやがて自分は東京へ出てきましたここまでにします。